今からパッキングをしていきたいと思います。まずこっちの左側から入れていきます。このポーチの中が先ほどお見せしたんですけど、お風呂場で使うようなものが入ってます。中がだいたいこんな感じです。櫛とか歯ブラシ、シャンプー、コンディショナー、ボディクリーム、歯磨き粉、まつげ美容液、あとはこのヒロインメイクのマスカラリムーバー、ケープ、あとはなんか塗る系のやつ、クリーム系とか、これがパックと、これがですね、なんか顔を拭く用のタオルです。なんか普通のタオルで顔を拭きたくないので使い捨てのものを使ってます。とこの中にいろいろ先ほど詰め替えた化粧水とかクレンジングとかヘアトリートメント、ワックスとか美容液とかいろいろ入ってます。あとはこれが美容液と、よいしょ、こっちがですね洗顔です。なんかちっちゃい洗顔、旅行とかにぴったりなやつが入ってます。次にこちらが、パジャマとメディキュットと2日目のお洋服です。この楽天で買った袋にまとめて入れてます。この巾着の中は下着が入ってます。このポーチの中は予備のマスクが入ってます。これで左側は終わりです。右側を紹介していきます。まずこちらのフルールのトートバッグの中にうちわが入ってます。これはもうほんとライブの時しか使わないので、こうやって袋に入れた状態で一番取りにくいところに置いておきます。あとはこのポーチの中にペンライトと電池と、あとプラスのドライバーを入れてます。このポーチの中が双眼鏡ですね。これも以前紹介したんですけど、こんな感じでストラップを変えました。なんかどこのって結構聞かれるんですけど、こちらのです。会社よく分かってなくて、 Amazon でなんか評価が良かったからこれを買いました。あとはこのケースの中にストレートアイロンと、32ミリのコテが入ってます。最近は32ミリで巻くのにハマってます。このクロミちゃんのポーチの中に化粧品が入ってます。ちょっともう本当にごちゃごちゃなんですけど、なんかメイクキープミストとか、ほんとカラコンとかもドバッとここに入れちゃってます。こんな感じこういうポケットとかにいろいろちっちゃいものとか入れていくんですけど、まずこれがアクセサリーですね。ブレスレットとか、これもブレスレット、なんか気分で変わるかなと思ってとか、ネックレスとか指輪が入ってます。全部シルバーです。見えにくいけど。あとこの圧縮袋、多分こっちの服とか服だけかな、圧縮すると思うので、一応お友達が入らなかった時も含めて2つ持っていきます。充電器とモバイルバッテリーですね。これは必須です。1日目は多分ここら辺使わないので、もうキャリーケースの中に入れていきます。これでキャリーケースの中の紹介は以上です。あとは手持ちのバッグの紹介をします。これはジェルのパフィーポシェットってやつなんですけど、やっぱり券売行く時とかはちっちゃいバッグの方がいいので、ちっちゃいやつにしました。ちょっとねパンパンですねこの中。ちょっとモバイルバッテリーとか入らないから、ライブに行く時とかはちょっこりさんを大きい方のバッグに移動したりとか、ちょっと工夫しないとなとは思ってます。まずお財布これがメイク直しできるようなものが入ってます。なんだっけ、リップとか薬用のリップとか、あとはこのパウダーとかちっちゃい香水、あと目薬と絆創膏です。よいしょ。で必須なちょっこりさんを今回は一人だけ連れていきます。あとは、移動中とかもしかしたら使うかもしれない、ワイヤレスイヤホンで、これが PVC キーホルダーとお守りが入ってます。このケースの中にアクリルスタンド、アクリルジオラマか、こっちにスタンドが入ってます。あとは公式写真何枚かずつ、6枚くらいかな、入ってます。最後になるんですけど、化粧水じゃなくて日焼け止めです。これね買ったはいいけど大きいですね、ちょっと持ち運ぶには。でも可愛いししょうがないかと思ってこれ持っていきます。これで以上。もう一個あった、ティッシュです。ウェットティッシュとちょっと迷ったんですけど、今回はティッシュにしました。どっちでもいいかな。入らなかったので片っぽだけ持ってきます。これで以上になります。